皆さんこんにちは。デストライドですね、2022年度向け学習経験者用プロコースプログラムについてお話をしたいと思っています。担当はアレクセンに講師ベニソン佐藤です。学習経験者プログラムってことでありますので、一応入門講座終わったってことをターゲットにお話をしたいと思ってるんですね。で、2年目の講座って皆さん何を受けるんでしょうね。まず総連かもしれないし、あるいは何だろうな、論文のね、もうちょっと上級なコースかもしれないし、あるいは担当の上級なコースかもしれません。私がやっていくのはそうではなくって、このパンフに上がってるようにレクの場合って3つにこれ分かれてるんですね。2年目の講座って一つが担当論文一期強化っていうコースね。あとは弱点徹底補強っていうコース。あともう一つや私がやってるのが完全攻略っていうコースになります。で、教科書って今ない状態でしょ。今の受験生って私の時はあったわけですよ。特許であるならば吉織先生、これ全部読みましたよ。論点まとめて、さらにそれ足りないので自分で補ったもんなんです。で、さらに衣装であるならばこれ3つあったかな。1つは高田先生の衣装、あと斉藤先生の衣装法概説と衣装法かな、2つ、あとは11歳の加藤先生の衣装やりましたね。4つやったかな。で、商標は網野先生かな、鉄板でありまして、あと条約も全部あったわけですよ。こういう教科書があって勉強していたわけです。で、本はというと、もちろんやっていました、やっていたんだけど結構大変なんですね。で、通常だと2年目か3年目からやっていましたがね、当時の受験ってだいたい 5,6 年が平均でした。まあ、選択科目があったんでだいたい 5,6 年ですね。まず1年目に入門講座をやって、終わった後2年目の講座に入って当連やるわけですよ。で、なんとなく分かったってことになるわけです。でも裏がないんだよね。裏は全て特許庁が作っている築城解説から出るわけですよ。なぜかそこに書いてあるんだけど、なかなかやっぱ読めないんですね。なぜか、いくつかこれあります。理由としては、一つはね、パンデキテンって方式を取ってるんですよ。日本の法体系って。で、これ分かりがたいんだよね。で、いろんなガイダンス言ってると思うんですけど、日本の法制はパンデキテンって方式を取っています。パンデキテンですね。築城でやるとこれ分かりにくいんですよ、めちゃくちゃ。どういうことかっていうと、例えばね、 5x プラス 6x って数字がありますよね。これってどう計算します？ x 先に出して5足す6ってありますよね。で、共通またはマイクに出してしまって、まずは先にこれ議論するわけですよ。で、これを総則と言います。総則と言います。で、その後で各則の中に例えば出願であったりとか審判という書があったりするわけね。で、その各則の審判とか出願についても総論と各論に分かれるんですね。で、そういう体系をとっていてマイクリにずっとなってるわけですよ。だから一からずっと始めてしまうならば、全て終わったって方が見るっていう章になってるわけです、相続って。で、そこから入ってしまって分かるんでしょうかというと、極めてこれ分からないんだよね。だから条文の相続といっても最初から読むのはなかなかこれ難しいわけですよ。だからまずは1年目の入門講座を取って、また2年目取って、最後アホンって昔はやっていたもんなんです。で、受けました。受けてだいたいね、年間で50回ぐらい受けるわけですよ。で、50回受けて特許終わるわけですね。全部終わってるわけではないんですよ。50回受けて、確かに当時は全員だったんですよ。当てるんです、どうだこうだと言って、それを収録したものを聞いていましたね、50回。で、一応特許についてはなんとなく分かったって思ったんですよ。で、終わった後2年目、さらに2年目だから実際上は4年目になるでしょうかね。で、今度は衣装商標のアホンの講座にまた通ったというか、テープを聞いていたわけですよ。で、これも50回あるわけね。まあ、だいたい100回以上やってなんとなく分かるのがこの本だったのね。で、4年目ぐらいでなんとなくね、必須科目は終わったと。あと残ったのは選択科目なんで、選択は1年1科目と言っていたんで、そうなるとだいたいやっぱ6年ぐらいかかるんですね。やっておりました。だけど今そんなにかかって受かるのはちょっと難しいでしょうね。早く受かりたいでしょう。だったらもうちょっと前からやっていこうかなっていうので、この講座を作ったわけです、ね。ただアホンってさっきも言ったようにですね、パンデキテンって方式を取ってるんで、前から読んじゃうと極めて分かりがたいんですよ。で、さらにこれインデックスはついていないよね。見ちゃうとこうバラバラってこう書いてあるじゃないですか。もうただ書いてあるだけなのね。だからどこが重要でどこは関係ないのかっていうところが明確になっていないんですよ。まずこれ一番の問題点でしょうかね。明確になっていない、まず。で、さらに歴史的でこれなんだろうな、腸が
多分国会に出した議論の書なんでしょうね。こういう形で時を変えたいって言ったらまとめたのが青本なわけですよ。そうなると昔はこうだったという歴史はずっと書いてあって今に至るまで書いてあるわけですよ。結構重要これって。だって産業財産権って改正会社の嵐でしょ。前の制度がこういう問題があったんで変わった、実際上必要です。で深い理解するんだったら絶対必要になります。だけどこれが直接的に出るかというと出にくいんだよね、ちょこって。で一応話します、話すんだけど強弱を一応つけようかなって思ってるわけ、うん。まあ、それが、まあ、前回やったのが青本解釈指南ってことになってるわけです。2つ今回用意されていましたね。1つが青本解釈指南ですね。でこれはずっと音で聞くってことです。ここ音で聞いて理解しましょうってことなのね。で1コマが3時間なんだけど実際とこれ収録してるときは9時間ぐらいやっていました、ね、15分ぐらいで一応チャプター1チャプター切るってことになっていたので、いやこれちょっと嫌だなと思った瞬間また取り直しをやっていてつなげたんですね。ですごく膨大なんです。なんでこんなにかかったかっていうと、まず書けないっていうとこね、描写ができないではないですか。具体例書いて A がこうなって B がこうなってって全部言葉で喋ってつなげるわけですよ。限界ってありますよね、そうなるとね。だから一応聞く教材としてはいいのかもしれませんこれって。だけど実際ビジュアルで書きたい、書きたいし、ないしはこの青本について少しまとめたいと思ったんですよ。インデックスがついてないと言いましたよね。これによってめちゃめちゃ引きがたいわけですよ。何が問題であってどう聞いてくるかっていうところね、それを今回少しまとめたんです。ちょっと見ていきましょう今回の講座の特徴ですよね、どうなってるか。で、あとで最後に実際上こういうテキストになったんだって見せようかなと思っています。ちょっと見てください。まずね、はい、まず講義のポイントを書いたのかな、ここね見ると、まあ教材は青本論文リーダーっていうところでやってまいります。で、青本だけ書いてあるんでしょうかというと、もちろん違います。青本の記載って極めて分かりにくいのね、怒られちゃうかもしれないけど分かりにくいというか高尚な文章なんです。全て無駄をそう言った形で書いてあるわけですよ。で、その無駄っていうところが結構ないと分かんないんですね、実際上は。これも後で説明します。そこについて他の判決であったりとか、判決の中の最高裁だけじゃなくって原審の反対の見解、そこから持ってきたものもあるわけね、まあ、こういう見解については2説あって、まあ、最高裁こういう結論になった、でも原審においては被告原告さんはこんな反応をやってる、そうすることによって論点って明確化するんじゃないですか。特にこれをまとめたのが意匠と商標関係でしょうかね、まあ、最近聞いてきますよね。まずこの問題点について素材を書いた上で両説を書いてくれませんか。両説書くことによって明確化するわけですよ、この問題との所在っていうのはね。だから両説書くわけ、知ってないといけないわけなんだけど、通常そんなこと勉強してるわけないですよね。で、これについてはちゃんと意匠商標権についてはまとめました。今回説こんな説があってってまとめました。それも淡白に書いたのね、結構ね、分かりやすいように。あとは説明すれば良いでしょっていう前提でありますんで、あとは本の視界から持ってきた部分も結構あります、そこはね。まあそれはいいとしてね、じゃあ少し見ていきましょうか。なんでこういうことを書いたのかっていうところだよね、うん。まず古紙書いてるかと思います。青本論文リーダーで論文攻略をするんだ。で、論文リーダーって何かというと青本の記載に従った形の Q&A の形式になっています。 Q、 なぜこういう制度ってあるんでしょうか、これこれこうだからって一部書いてあったりしますよね。で、そこで足りない部分については補足ないしは他のね、学者の本等から持ってきて説明していったりします。ここ見てください、こう書いてるかな。まず1つ目、青本対策を避けて通れない理由はと言ってるんだけど、実際試験から出るからです。簡単に言うならばね、試験から出てきて、そして今教科書がないと言いましたよね、うん、だったらこっからしかもないんですよ、出る素材って。ないしは正解はこっからしかないんですよ。だったらこれ読まないと難しいですよってのはまずあるわけね、うん、まずこれは一点です。そして新教材論文リーダーとは、ね、単に読んでまとめてしまってもいいと思うんですよ。しかしそれでは伝わらないですよね。インデックスを書いて書いばこうなってるんだ、あるいは青の記載こう書いてあるんだけどこれは具体的に言うとこうなるんだってことを書かないと分かんないでしょ、中身としてはね。だからこれを作ったわけです。で、論文リーダーでどうなってるかというと多分ここに載っていますよね。
簡単にね、はい、これ総則になるんですけど、まずは左側がクエスチョンです。司法試験にこれなんだよね。クエスチョン書いてあって、アンスはというのがあるわけですよ。これも同じクエスチョンとアンスはって書いてあって、趣旨とか趣旨ね、ないしは規範ってありますよね。規範ないしはここに書いていないんだけど、論点とかあと判例、結構これ書いてあります。特許まで判例入れなかったんだけど、主は意思商標関係については判例をさっき言ったように入れてあります。でこれを見て説明していくってことになるんですけどね、うん、でじゃあこれ入れることによってなぜ具体的に分かるんでしょうかと、まあ、それはこっちに書いてあるかな、うん、論文リーダーって話になるんですけど、どうかな、暗本を読むと一口に言っても大変難しい作業です。そうね、めちゃくちゃ難しかったもん。なぜならば暗本は地球上単位でタイトルも何もないので、ってその通りね、インデックスがないんですよ。字面として読んだとしたって具体的にならないってことだよね、どこは。でまた試験問題にどう直結するかっていうのはわからないわけですよ。で今回はこれだけやるんではなくって、論文式試験で、論文式試験では高等端だってことについて説明してまいります、うん、一応平成の元年から直近の試験まで入れたんですよ、問題文について。でこの問題について高等できたんだってことね。特に休止の問題って多分回答もないですよね。でもちろん回答つけてるわけではないんだけど、こう書いてもらいたかったんだって話をしております、中では。でさらに言うならば、通常の予備校で書いてる答案ってちょっと違うんじゃないかってことを言っています。本当はこれが大だったのだっていうところね。で学者の見解によって実は分かれていたりするんですよ。でそこについて喋っていたりします。一番直近のものまで喋っています、そこはね。まあそれで一応論文対策をやるってことになるんでしょうけど、まあ具体的にね、どういう流れかって少し見ていこうかなと思うんですよ、うん。まあ、実際上に書いたものはここに上がっているような論文リーダーっていうところによるんです、これさっきは総則だったですよね、総則。でこれは無効審判の一時不再理ってとこなんだけど、趣旨、ね、あるいはこれはこれも趣旨だよね。あと規範、あと具体的にどう考えるべきかといって説を書いてあるわけ、 A と B と2つに分かれて書いていったりします、うん、でこの辺を説明するわけですね。あとは論点、論点ね、論点、論点どうなってるかってことについて、まあ、最近の問題から洗い出して書いてあったりします。だから今までやっていた入門講座の含めた総決算なんでしょうね。で最後にこの過去問ついていて説明しております、ね、例えばね、こういう説明ってあるわけですよ。これからちょっとやっていきましょうかね。例えばね、この場合どうかな、少し考えてもらいたいんですよ。で本の記載こうなってるけど、私はこういうふうに説明していますってちょっと説明したいかなと思ってるわけです。例えば今日やったの意義ってとこやったんですね。意義、公の A という権利、これに対してこれに対して超改ざんして O2 が意義の申し立てをやったらしいんですよ。意義、で意義って利害関係なくてもできますよね。何人もやってもよいと。でまあでも普通利害関係あるかと思ったけど、なくても一応できるわけですよ。やりましたと。やってしまった後は一応これ根絶しちゃってるよね。ここから断絶で、また長と公がやってくれませんかって構想を取りますよね。で意思決定になってしまった。意思決定、権利はキープってことです。権利はキープするなってしまった。2番意思決定ね、なっちゃったらしいんですよ。じゃあこの場合についてこれ不服申し立てはできるんでしょうかと。申し立て不服申し立てできるんでしょうか。できませんって書いてあるよね。なんでできないんですか。いくつか書いてありましたよ。一番典型的なのは本のところに書いてあるような424ページかな、424だっけ、そこに書いてあるかと思うんですけど、424じゃないな、意思決定なので、どこか書いてありましたね。書いてありまして、これ別途無効審判請求できるから関係がないんだって書いてあるわけですよ。やんなくても良いと、ね、意思決定に対して不服申し立てはできませんと。不可、なぜならばと。
なぜならば、無効審判請求は別途請求できるからですと。ですよね。正しいですよね。言ってることは。回答に書けば足りると思うんですよ。でもこれ本当に正しいんですか？これって。これ何を比較するのかな？こういう場合って。それを喋ってるわけね。だって、もしね、これ異議じゃなくって、無効審判を請求しましたと。無効審判を請求して、請求棄却審決になってしまった。権利はキープするって審決になってしまったとしましょう。この場合については、審決等取消訴訟で、スーツとして争いますよ。どこが違うの？行政庁を介在して結論出していて、権利はキープをしますと言ってのは変わんないわけですよ。で、無効審判権については、請求棄却審決、権利はキープをしますという場合については、争えるんだよね。審決等取消訴訟でできる。異議の場合については意思決定になってしまった権利はキープをします。だけど争ってはいけませんって書いてあるよね。別途無効審判請求できるからですって一応書いてあるんだけど、わけわかんなくないですか？正しいよ言ってることは。だけど量感深すぎてわかんないわけですよ。って考えるわけ。ここが真骨頂ね。この講義の。考えるわけですよ。どう違うのかなっていうところね。異議と無効審判決定。異議って、オツが長に言ってしまうならば、オツは断絶し、長に対して自分の見解って述べていないよね。長と公がやってるんだよね。やってしまった結果として、権利はキープをしますと言ってしまったらしいんですよ。じゃあこれに対してオツがいきなり審決取消訴訟を提起を知ったらしいになるならば、オツの見解って全く専門官庁によって判断されませんってことになりません？これは不利益ですよ。じゃあこれに対して無効審判だったらどうかな。オツが無効審判を請求しました。請求棄却審決になりました。無効審判の専権官庁は特許庁ですよ。特許庁に対してオツが自分の意見を十分開陳したんです。でもダメだったんですよ、まあ、行政庁で全部自分の意見を開陳してダメであるならば司法裁判所に行くしかないではないですか。だから行けるんでしょ。で、右の場合はそうなってるわけではない。もしいきなり裁判所に出所って話になるならば、オツの利益は害されますよね。じゃあどうしたらいいの？別途無効審判を請求して、自分の意見を専門官庁に対して開陳をするんだと。それ必要性があるんでしょ？だから無効審判をやればいいってことになってるわけね。そう書けるんだったらいいですよ。書くんだったら。分かったってことになるわけね。しかしそうなっているわけではない。だったら分からないですよ。で、魔法はそう書いてあるわけですよ。答えはこれでいいわけ。だけど、分かりがたいよね。そこって。で、あるいはね、これも今日やったのですが、はい。どこだった？これも異議でしたけど、異議なんだけど、中断ってありますよね。中断。これも少し考えてもらいたいんですよ。で、ここから何が読めるかってことね。例えばですよ。河野持ってる A に対して、無効審判を請求したとしましょう。X さんが。で、皆さんちょっと聞きたいんですけど、X さんが死亡しました。この場合って中断したっけ？無効審判の審理って。中断しましたよね。死亡によって中断しますよね。中断する。じゃあ、異議の場合どうかな？異議。異議はこう書かないよね。河野 A があって、で、長に対して X 異議を申し立てたんだよね。この方が分かりやすいよね。異議。あとはここで切断されてしまって、あとは長と公でやってくれっていう構成を取るんでしょう。で、死亡しましたと。死んじゃったらしいんですよ、X さんが。ね。じゃあ、この場合中断するんでしょうか？しないよね。理屈上はだって、X さんの、X さんこれ以上は関与しないからです。あとは、ちょうどこうでやるべきだからです。中断の必要性が全くないからです。って言うんで、いいんでしょう。じゃあ、ここから何が一応読めるんでしょうか。ここまで書いてあるわけですよ。ここまでは。書いてある。青ホモ。じゃあ、問題なのは、ここから何が読めるの？なぜこれ中断とか中断しないとかってなってるのかな。まず、中断するっていうか、これは、正規の地位を、正規の地位を承継し、承継人が、審判責任の地位を引き継いで無効審判ってやるからでしょ。だから一旦中断するわけですよ。となるならば、
不公審判請求の地位って一般証券対象になるってことを言ってるわけね。でこれに対して異議の場合どうでしょうかというと、判例を覚えても意味がないよ。中断しないんですよ。中断はしないということは一般証券の対象にならないんだよね。判例同士って話になってるんだけど、こっから読むわけです。これ民訴だったら普通なのね、これならしって。だけどこれまとめて書いてるもんだから分かりがたいんですよ、極めて。こういうの含めてちゃんと理解してますかってことがあるわけです。難しいですよね、どうなるこうなるっていうところはね。なかなかそんなに簡単なことではない。であるいはね、独占的通常実施権について102条関係って適用関係ありますかって論点があるわけですよ。あごに書いてありません、そこは、ね、独占通って特許の規定等に書いてるわけではないからです。だけど出たことがあるんですね。平成9年でした。私の試験の時に出ました。じゃあこの場合について102条の適用ってあるんでしょうか。通常あるって言いますよ。でもないっていう説もあるんだよね。でなぜこれ違うのかな。あの商標事件で花粉のダメ事件って38条参考関係については38条関係については独占的通常使用権については適用関係ないんだぞって一応暴論ですかね、書いてあるわけですよ、うん、でも通常であるならば類推適用しますって言うでしょ。なぜこれするんでしょうかね。そもそも38条商標ね、内社特許102条って不法行為に基づく損害賠償の立証の軽減規定に過ぎないんだよね。であの独占的通常実施権って債権ですよ。で債権侵害したって話になれば権利侵害というパーサーになるんだよね。でこれによって損害もし生じるんであれば損害賠償請求しってなるんでしょ。で債権侵害も権利でありますんで権利侵害ってあるっていう前提だよね。でこれによってもし損害生じるんであるならば民法709で損害賠償しってなるわけですよ。それ立証権限規定が102条なんでしょ。だったら独占通について第三者が行ってしまったことによって権利侵害されましたと。債権は権利だからね。でこれによって損害生じているんであるならば102条で当然類推適用しってなりそうだよね。こっちは普通の説ですよ。しかし違うって方がいらっしゃるわけ。適用関係ないぞと、よく見なさいと。特許に書いてある条文は何かというと、特許権者ないしは専用実施権者と書いてある。これって物件的な権利を持ってる者なんですよ。独占的通常実施権というのは確かに専用実施権に近い形を持っています。だけど債権なんでしょ。で物件と債権侵害って違法性が全く違うんだよね。当然物件侵害の方が違法性が強いんですよ。その違法性が強いものに限って102条と適用関係あるんだと、もし読むんであるならば債権侵害はないってことになるよね。違法性が弱いから、うん、そこで分かれるわけですよ。説としては花粉のダメ事件は書いてありましたよ、うん、物件侵害ではないと。で違法性が弱いという前提なんでしょうね、債権侵害は。だから適用関係ないぞって書いてありました、まあ、それも含めて、まあ、アホではこれ言っていませんよ、そういうことって、ね、まあ、それも含めてちゃんと理解できるかっていうところについて説明していこうかなと思ってるわけです。でこれができると、まあ、結構なんだろうな、論点地区のところは全部潰したってことになるだろうし、あとですね、青法においては結構苦労もありましたね。これも意義なんですけどね、今やったところなんで、異議の申し立てをやりましたと、取り消し通知が来ますと、この場合について訂正の請求をやったらしいんですよ。通常であるならば異議申し立てに対して意見述べる機会って与えるってことになってるんだよね。ただし例外書いてありました、正し書き。じゃあこの場合って一体何ですかって最近聞いてきますよね。どんな場合かって聞いてるよね。で本は一応規範が載ってるわけですよ。規範載ってる載ってる。じゃあなぜ異議申し立てに対して意見を寄せることになったのか。まず取り消し通知が来てるっていうことになるならば、多分申し立てサイドの見解通ったってことになるんだよね。権利はなくなるっていう前提で通知が来てるわけですから。でもそれに対して特許権者が訂正請求をやったんですよ。そうなると取り消し通知って解消になってしまって維持になっちゃうってことがあるんでしょ。維持になっちゃう、維持になってしまうならば絶対いますよ、ね、自分の意見改陳しなかったから権利がキープされてしまったんだ、だったら別途無効審判請求しましょうっていうのがあるので、もともとは合体化しちゃってるんでしょう。それ趣旨だよね。であるならば訂正によっても意見を聞かなくていい場合ってどんな場合なのかな。
基本的に取り消し通知が変わらないとか、あるいはその訂正によってもあまり実態内容について変動なかったっていう場合なんでしょ。でそういう場合であるならば意見を求める必要性ではないよねっていう規範になりそうだよね。で本件についてはねって書くわけですよ。そうするならばどんな問題だっても書けるはずなんだよね。これは暗記ではなくって理解です。ここで理解させるっていう講座がこの講座って話になっていて、ね、まあ、これまず聞いてもらいたいわけですよ。でこれ聞いてもらった上で、まあね、で、まあ、道場じゃないけどできたらなと本当は思ってるんですけどね。昔あったように100回はないですよ、もちろんないんだけど、本当に分かってるかってこう当てていきながらやっていきたいと思ってるわけです。ここね。でそれができるようになるならば多分どんな問題でも多分解けますよ。さっき言ったような規範ってあったでしょ、私申し上げましたよね。その規範を自分で作って本社の場に当てはめて書けるってことができるはずなんですよ。でこれができるようになるならば多分合格した後も使いますよ。でそういう人間がこれから受かってもらいたいんでしょうね、試験においては、まあ、そこは一番のポイントです。でそういった意味ではこのアホ本ってやっぱりさすがの本なんですよ。いい本だけど極めてなんだろうな、言ってみたら一部難解、難解です、難解で、インデックスもついていないので不親切。別に特許庁としてはこれによって受験やってくれと言ってるわけではないので、おそらくね。ただこれ知ってない人が多分同業者としては不適切だってことがあるんでしょうね、試験員としても。だから、まあ、これに従ってやるんですけど、ただこれもちろんこれだけではない、これだけではないってことです。これだけではちゃんと分かりませんので、自分の見解であったりとか、あとは学者さんの見解、ないしは裁判所の見解を含めて説明してまいります。まあ、書いてある内容もそうなっています。でこれによってやっていきますんで、まあ2年目ないしは3年目、一番はね、中上級って定義は僕はないと思っていて、パッと受かる人ってやっぱいますよね。受かりませんとしたらやっぱり全部なんだろうな、どっかでつまずいてるわけですよ。おそらくそれはこれかもしれない、こういうところかもしれない、本当の理解がない、自分で考えることはできないんでしょうね。でそうなっちゃうと全部暗記になるわけですよ。暗記はこれ限界だって、そんなに不可能ですよ。全部暗記するんですか、 1,2,3,4,5 って暗記するの、これ不可能。絶対に自分で規範立てて考えるわけですよ。で自分で考えることができるようになるならば解けます。でそういう人材が欲してる人材なんでしょ、多分ね、これからは。でそれを何でしょうね、この講義でやっていきたいと思っています。で講義を受けた後にもしできるならば分かりませんけど、なんか道場でもいいし、なんかこれを使いながらやってみたいかなって一応願望あります。ただこれやるかどうかは分かりません、今後でしょうね、どうかっていうところについてはね。でもそれはもしできて、できるようになるならば多分溜まってる方だよね、3年目4年目経っても受かりませんっていう方がスッと受かることはあるでしょうね。でね、試験ってこうならないのよ、こうジューってこう上がんないのよ、こう順次に上がっていかなくてね、ある一点までずーっていくんですよ。で急にこうパッとなるんですよ。この瞬間捉えて受かんないと受からないのね。それが何年目に来るかですよ。その講座のきっかけがこの講座であるならば僕はいいと思っていて、やってるんですけどね。ぜひそれでもしご興味のある方はぜひね、購読ないしは講義受けていただければよろしいかなと思っております。はい、ということなので、ぜひね、まあ、これ全体で16万5000円ですか、まあ、高いか安いかちょっと分かりませんが、それをお買いになっていただいて聞いてもらいたいと思っております。はい、ということで、僕のプロモーションはこれで終わりたいと思っております。お疲れ様でした。